杉田祐希なりは、埼玉県出身のサッカー選手。IK シリウス所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード、柏レイソルの下部組織出身。仙台大学サッカー部在籍中の2012年夏に、スペインへ渡り、翌年1月にエルクレス CF のカンテラ、FC ホベエスパニョールに加入した。2013年8月、エルクレスに期限付き移籍。 11月24日のセグンダ・ディビシオン第15節 CE サバデル戦で初ゴールを記録した。次節のレアル・ムルシア戦で初先発を飾ると2アシストを決めて勝利に貢献し、この試合を観戦していたスペイン代表のジェラール・ピケから素晴らしいクオリティを持っていると惨事を送られた。同年末にエルクレスと2017年までの契約を結び、 1000万ユーロの違約金が設定された。2015年7月、エルクレストの契約を解消。8月から、J2 コンサドーレ札幌の練習に参加していたが、獲得は見送られた。2016年3月、タイプレミアリーグのパタヤユナイテッド FC と契約を交わした。2017年2月、スーペルエッタンのダルクルド FFA 移籍した。2018年7月、 イラン一部リーグのトラークトゥールへ移籍した。契約満了により2019年末でトラークトゥールを退団。2020年1月、ビッセル神戸の練習に参加。2020年3月9日、アルスベンスカンの IK、シリウスフォトボルト契約。2年ぶりにスウェーデンに復帰した。ありがとうございます。